こんにちは。自営業専門の税理士川南です。本日の動画はどうして青色がおすすめなのか、どうして節税につながるのかをしっかりと解説していきます。私はオンラインサロンを運営していて、その他 SNS は TikTok、Instagram、Twitter をやってますので、ぜひそちらの方もチェックしてみてください。また個人事業向けに本も出版してますので、そちらの方もよろしくお願いします。それでは早速本日の内容に行ってみましょう。はい、本日の内容です。青色と白色、節税メリット、何がどういったお得なのかについて動画で解説していきます。よくね、 SNS の質問にも青色って何ですかとかね、どっちがいいの、具体的にどういくらお得なのかっていう質問をよくいただくので、こちらの動画で解説していきます。本日の内容です。まず1つ目、青色と白色一体いくら違うのか、どうして青色がいいのかについて解説をしていきます。次に青色節税のメリット4選、他にもね、いろいろメリットがあるんですけど、特に個人事業主がね、重要である4つ厳選して今回の動画で紹介をしていきます。そして申請の手続きの方法について解説をして、まとめと次回予告、本日はこのような流れでいきますので、よろしくお願いします。はい、自営業向け、フリーランスの方向けということで、今日は本の中のこの94と95について動画で解説していくような流れになります。こちらの本、Amazon や楽天ブックス、Kindle 版でもありますので、ぜひチェックの方お願いします。もしね、買ってくれた方、Amazon レビューしていただけると大変喜びますので、よろしくお願いします。はい、まず青色申告がいいって本当ということで、本の第一週の94と95について解説をしていきます。青色申告がいいって本当ってね、皆さんよくね、耳に聞いたことあるんですけど、どうしてみんな青色申告を実際進めてくるのか、また税務署の人に青色を勧められたんだけど、それはどうして、要はね、税理士も税務署も青色を基本的にはやはりお勧めをしています。それはお得、要は節税ができる、もしくはメリットが多いからです。なんかね、一方的に勧められてね、腑に落ちないからね、なんとなく怪しいなとかね、もしかしてね、青色いいって税務署の人言ってたけど本当なのかなっていうふうにね、ちょっと怪しむ方もいるかと思うんですけど、やはり私もね、税理士としての立場で言うと、基本的にやはり青色をおすすめします。ですので、どうしてそれがいいのかっていうのを今日はね、動画で解説していきますので、皆さんもきっとね、腑に落ちたらね、あ、青色の方がいいんだなっていうふうに理解できると思いますので、早速次のスライドへ行きます。はい、それでは青色申告の節税メリットを4つ紹介します。他にもあるんですけど、今回ね、厳選してこっちの4つのポイントに絞りました。まず1つ目です。青色のこれが一番のメリットになるかと思います。青色申告特別控除が使えます。この青色申告特別控除というのは種類がありまして、65万円、55万円、10万円とあるんですけども、一番ねお得なのはこの最大65万円が所得から引けるというものになります。なので、この青色申告特別控除、要は青色じゃないとこれは使えませんので、この65万円を所得から引けるというのが大きいということを覚えておいてください。次のね、スライドで、ね、図解で分かりやすいように解説しますので、この65万円控除ができるっていうのを覚えておいてください。そして2つ目、青色先住者給与の活用です。これはどういう制度かと言いますと、家族の給与を必要経費にできますよというものになります。要はね、手伝ってくれるね、家族に対してビジネスを手伝ってくれてるということで、給与を出す、それが必要経費、経費にすることができますよというものです。これ詳しくはね、本にある第5章の950に詳しく書いてありますので、もっとね、詳しく知りたいって方はそちらの方を見ていただくか、過去に青色先住者給与の動画も作ってますので、そちらの方チェックしてみてください。はい、じゃあ次3つ目のメリットです。これは赤字の繰り越しが可能ということですね。これはどういうことかと言いますと、初年度ね、例えばいろいろ準備かかってお金を使って赤字になるっていう方がね、結構企業創業当時は多いと思うんですよ。その赤字が出た時に、青色申告だとその赤字を持ち越す、要は繰り越すことができるってことです。じゃあ持ち越しておいていつどうやって使うのかと言いますと、黒字化した時に相殺ができるんですね。例えば赤字が200万円出ていた時に、次の年に600万利益が出た時に200万円の赤字を相殺することができます。要はね、600万から200万円を引けるので、400万に対して税金がかかるわけです。白の場合だとこのように繰り越しができませんので、要は所得の600万円に対して税金がかかってしまうところを、黒字化した時に相殺ができるので、600万から赤字の200を引いたら400に対して税金がかかってくる。どっちがお得かっていうとね、それはね、相殺した方ですよね。で、この赤字は3年間繰り越しが可能です。ですので、次の年に引ききれなかった分はその次の年というふうに持ち越すことができます。こうなるとかなりね、税金額に差が出てきますので、これは青色申告の節税メリットになるかと思います。こちらね、図解の方はね、本の第3章の935に詳しく書いてありますので、図解見たいなって方は本の方チェックして
してみてください。そして4つ目、少額減価償却の特例が使えるというものです。基本的に減価償却っていうのは10万円を超えるものは減価償却をしていく、要は分けて経費に上げていくっていう考え方なんですけども、この少額減価償却の特例が青色は使えて、条件を満たせば一括その年の経費にすることができます。でそのね、儲かった利益が出た、所得が出たっていう方はこの少額減価償却をうまく特例を使えば、その年ね買ったもの10万円超えるようなものでも一括経費にすることができますので、その分節税につながるということです。こちらの減価償却については第3章の Q38 にも詳しく書いてますので、ぜひチェックしてみてください。また減価償却については過去動画を出してますので、そちらの方をチェックしてみてください。ではもう少しね、65万円の所得から引けるっていうところあると思うんですけど、具体的につかめるよう次のスライド、図解を使って解説をします。はい、こちらが図解です。基本的にこの税金の金額ってどういうふうに計算するかと言いますと、売上ですね、製品やサービスで得た代金から使った経費、要は事業ビジネスのために支払った経費や仕入れなどなどを引いた残り、ここが利益と呼ばれるものです。これが所得とみなされる金額になります。これに対して税金がかかってくるっていうふうに簡単にねイメージすると、そういうふうだと思ってください。もちろんここからさらにね、所得控除があったりとか、まあ例えば扶養控除があったりとか、生命保険入ってますよとか、扶養がありますよというふうに引いていくんですけど、元のなる所得というものはこの売上から経費を引いたものに対して、ここが所得とみなされ税金がかかってくると思います。じゃあ65万円引けるとどれぐらい変わるのかと言いますと、次の図17です。この図もね本の方から抜粋してるんですけど、例えばですけど白色申告の場合、所得が200万円だったとします。この売上から経費を引いた利益の額ですね、200万円だとします。そうすると税額計算すると10万2500円となります。一方青色申告の場合は最大60万円控除が使えるとなると、さらにそこからここの利益のとこから65万円を差し引くことができます。となると所得が要は圧縮されて、200万円だった所得が135万円、これに対して税金がかかってくることになります。計算すると6万7500円となります。白色申告と青色申告を比較してみると、実際に白色よりも3万5000円税金が安くなるということです。これね、3万5000円ぐらいかと思う方もいますしね、あ、3万5000円違うんだったら青色申告の方がいいなっていう方もいるかと思います。まあビジネスってずっと続けていくので、ね、まあ10年20年30年とやっていくっていう前提でビジネスしてると思うんです。例えば10年経つと35万円の差が出てくるってことですね。そして所得がずっと一緒なっていうね、そんなおかしな話はないので、だん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 この所得が大きくなっていく、まあ、要はビジネスを継続することに利益は上がってくるって方が一般的だと思いますので、そうするとここの差、この税金の白色青色の差、この60万円控除だけでも差は広がります。所得の金額が大きくなればなるほど、そこの差も大きくなってきますので、やはり青色申告の方がお得というふうに言うことができるわけです。今ね図で紹介したのだけでも、こちらの青色申告の65万円の税金の差が出てきたと思います。その他、専従者給与経費にしたり、赤字の繰り越しをしたり、少額減価償却の特例を使ったりすると、さらにその金額、節税というものは金額が大きくなりお得になります。では青色申告にじゃあ使用したいなんて考えている方、青色申告するにはルールがあるんです。そのルールについて解説をします。はい、じゃあ青色申告にするには、まず税務署に、要はね自分の管轄の税務署に青色申請をしますという申請の届け出が必ず必要となります。ルールとして、開業した時に2ヶ月以内に青色申告に、要は初年度から青色申告にしたい方は、開業して2ヶ月以内にこの申請書を税務署に出してくださいねというのがルールになります。このね開業届と一緒に提出するっていうのが一般的、まあ要は効率的ですよってことになります。開業してね2ヶ月以内に出せばいいんですけど、どちらにしても開業するときに開業届というのを税務署に出す義務があります。ですのでこの青色の申請書も一緒に出すと二度手間にならず効率的です。申請の期限についてなんですけど、開業して初年度から青色申告にしたい方はこの開業して2ヶ月以内にっていうルールが適用されるんですけど、白色申告から今年は白だったけど次の年は青色申告にしたいっていう方の期限もありますので、次ね申請の期限について図にして紹介します。こちらの図になります。これもね本の方から抜粋してるんですけど、新規開業した人は先ほど紹介したように開業日が1月16日以後の方は開業から2ヶ月以内に青色申告の申請書を出
出すというルールになります。そして1月の1日から1月の15日に開業した人はこの開業した年の3月15日までいいよというルールになっています。こちらね、開業日によって少しルールが変わりますのでしっかりと押さえておきましょう。そして漏れのないように開業届と基本的に一緒に出せば間に合いますので、アオイルにしたい方は開業届とセットにして出すというふうに覚えておくといいと思います。さて次ですけど、白色だったんだけど次の年から青色申告に変更したいっていう方はいつまでに出せばいいんですか？青色の申告の申請期限は青色申告にしたい年分のその年の3月15日までに出さなければなりません。ですので例えば令和4年度に青色申告したいよっていう方は令和3年度の申告書を出す年、この3月15日までが締め切りになります。ですのでもしね、青色申請書出してなくて令和4年に青色にしたいっていう方は今年はできないということになるわけです。ですので青色申請したいっていう方は期限にルールがありますのでしっかり頭に置いておきましょう。もしね、今回しまった、もうできないんだと思った方は次の年の確定申告を出すときに必ず忘れないように青色申請を出してください。はい、記入方法についてです。記入方法もね、本に詳しく書いてあります。1番にここに税務署を記入する、まあ、納税地、住所を書く、名前を書く、生年月日っていう風にね、詳しく書いてありますので、青色申告承認申請書の書き方知りたいよって方はこちらの方のページをチェックしてみてください。またね、動画で見てる人でね、本持ってないよって方はここを一旦止めていただいて1から順番に見ていけば書き方わかるようになってますので、ちょっとね、小さい場合は拡大などして確認の方をお願いします。はい、本日のまとめです。要はね、青色申告がお得ですよ、節税効果が高い、まあね、4つのねポイント紹介しましたけど、やはりね、そこだけ聞いてもね、節税効果が高いです。税理士と税務署がおすすめするには訳があるわけです。うやむやにね、それがいいですよってね勧めてるわけじゃないとか、何か罠があるわけじゃないので安心をしてください。基本的には青色の方がお得です。もちろんね、白色の方でもね大丈夫だよとかね、白にしておいても青にしておいても結果は一緒だよねっていう方もいますので、そういう方は白でもいいんですけど、大体一般的に青色の方がお得、節税につながるという結論になります。そして先ほども紹介しましたけど、税務署に届け出が必要です。青色にしたい方はね、期限と先ほど図解で紹介しましたけども、もうね、遅れてしまうとできませんのでお気をつけください。昨日途中でね、やっぱり今年青色にしようかなとかね、明日から青色にしようっていうことはできませんので要注意です。予告です。次はこちらの本から96について、要は開業費について解説をしていきたいと思います。これもね、意外と知らなくって大きく税金の額が後々変わってきてしまう項目になりますので、しっかり押さえて学んでいきましょう。また次はね、開業費について解説しますので、次の動画もお願いします。はい、私はオンラインサロンを運営しています。税理士をオンライン上に味方につけるというコンセプトでやっています。メリットが3つあります。1つ目のメリットは、オンライン上で質問や相談が税理士にすることができるということです。ちょっと聞きたいことなどね、そういう時にね使っていただくといいようです。2つ目のメリットは、サロンズームを定期的に開催しています。これはね、メンバーさんとの情報交換と私に直接ズームで相談や質問をすることができるということで好評です。3つ目、税理士の裏側を公開しています。普段ねビジネスどうやって考えてやってるのか、 SNS の集客の仕方、 TikTok や YouTube の裏側などなど、経理や新しい税金情報はオンラインサロンのみだけに投げてる情報がほとんどですので、ぜひね、オンラインサロン気になる方は概要欄の URL から飛べるようにしておりますので、チェックの方お願いします。参加お待ちしています。はい、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。このようにね、自営業フリーランスに必要な内容を動画で紹介していってます。ビジネスのことを学ぶにはぴったりのチャンネルだと思うので、チャンネル登録して新しい情報を見逃さないようにしてください。またコメントや高評価ボタンしていただけると嬉しいので、ぜひお願いします。また他の SNS もしていて、インスタグラムは 1.4万人、 TikTok はフォロワーが6万人になってます。ツイッターもしてますので、こちら他の SNS も概要欄から飛べるようにしてありますので、ぜひ合わせてチェックしてみてください。はい、それでは本日の内容は以上になります。これからね、やはり起業する方、ビジネス始めよう、フリーランスしよう、副業しようという方はね、この続きものの動画チェックしていくとね、基礎が積み上がっていくので、ぜひ順番に見ていってほしいと思います。はい、それでは本日も動画最後の方まで見ていただいてありがとうございました。自営業専門税理士川南でした。またの動画でお会いしましょう。それではまた。